初めての部活、初めてのデート、初めてのアルバイト、初めてのことは何でもドキドキそわそわ、何かやらかさないか心配ですよね。今回は、人生初の短期アルバイトを、たった3時間でクビになってしまったイッチの、とんでもエピソードをご紹介。いくら初アルバイトとはいえ、イッチは何をやらかしたのでしょうか？それでは、行ってみよう。ニート俺、1日限定短期アルバイトにチャレンジし、3時間で帰らされる。某ショッピングモールに出してしまった損害は、華麗なでいっぱいと液晶テレビに清掃費用です。ご迷惑かけてすみません。気持ちが落ち着いたので反省のため書かせてください。どうやったらそんな損害出せるんだよ。華麗なでいっぱいってのはカレーの入った鍋ということなのか。カレー鍋を液晶テレビにぶちまけたのか。なるべくしてなったニート。経験も必要、お疲れさん。百戦錬磨のスレミンたちでも理解不能な存在を出したイッチ、一体どんな人物なのだろうか？私は今高卒3年目の21歳です。大学には行っていません。実家でダラダラ過ごす甘えん坊だと罵声を浴びていますが元気にやっています。3連休前に母親が某ショッピングモールのセールで、短期バイトを募集していることを聞きつけ強制申し込みさせられました。1日だけなので頑張ってみようと思い、今朝起業用と出かけお店に損害を与え帰ってきました。大鍋いっぱいのカレーを滑ってこぼしてしまい、PV 放映中の液晶テレビにぶっかけて大騒動になりました。僕のお詫びがボソボソしてたこともあり、店主さんから帰ってよしと言われそのまま逃げるように帰ってきました。熱々のカレーをお客さんの前でぶちまけて、テレビまで壊してしまい給料のことも聞けずじまいです。給料なんて出るわけねえだろ。今頃すげえカレー臭いんだろうな。給料より賠償を気にしろよ。掃除しての指示が出なかったのでうまく動けなかったのも店主さんを怒らせたかもしれません。店主さんに認めてもらおうと二人で持つ大鍋を一人で持っていく頑張りを見せたのに神様って意地悪ですね。一時に家に着いたら母親がどうしたのの聞いてくるので、洗いざらい話すとビンタされました。悔しくて悔しくてベッドに潜り込んで泣いていたらいつの間にか寝てしまい、外はもう真っ暗になっていました。僕が眠っている間に店主さんからも電話があったみたいで、父親から知的障害の可能性があると言われ母親からも明日朝一番に精神病院へ相談に行く言われました。僕は今まで自分が知的障害児だと思って生きてこなかったのでとても困惑しています。障害者枠で就職できるぞ、よかったな。自立支援作業所に行くんだな。時給120円で折り紙折って得を繰り返すんやぞ。ラッキーじゃん。さっさと生活保護もらえよ。障害者手帳もらえるのか。いろいろ特典があるからいいな。スレミンたちが呆れ返っているのも気づかず、イッチはとんでもエピソードの詳細を語り続ける。今日はお客さんが多いので普段やってないカレーのテイクアウトを行うイベントをやったんです。ショッピングモールの自分の店先にカレー鍋と炊飯器を出してテイクアウト用に準備するやつです。テイクアウト用は普通盛りでも大盛りでも500円ということです。安売りのイベントもやっていたらしく、ショッピングモールが普段液晶テレビ置いてない場所にセールを PR する液晶を配置していました。バイトに遅れてはいけないと1時間前に現場到着。お店が見えるベンチでジュースを飲んで休みながらセッティングの様子を見て勉強してました。勤務開始時間になりエプロンを着て最初のカレーは上手に運べ、同じバイトのお姉さんがカレーとご飯を盛り付け、僕が福神漬けを乗せてビニールに入れる仕事をしていました。1回目のカレーが切れたので補充に向かった帰りにコードを踏んで転倒してしまいました。大騒動になったのは近くにいた子供連れのお母さんがものすごい悲鳴を上げて警備員さんが飛んできたのもあります。カレーが白い床にじわーと広がってました。テレビにもカレーが滴っていました。僕が倒れたまま呆然としてるとお姉さんが店主を大声で呼びに行き、僕がポツンと残され店主さんが来たら開口一番ば、やろうですって、これはひどいと思いませんか。僕はのんびり屋なのでこういう時ものんびりしてしまっただけでした。のんびりとかの次元じゃない。わらた。だんだん面白くなってきた。普段から何もしないで寝て過ごしてるから、たまに動くと体が鈍ってそうなるのさ。
カレーをこぼしてから5分後に、帰ってよしって言われカレーで汚れたまま原付で15分かけて帰ってきましたよ。家に帰ったらビンタされる意味もわかりませんでした。そして知的障害、字呼ばわり、明日精神病院に行ったら世間体的ガキになります。世間体より、他に気にするとこいっぱいあるだろ。世間様はお前のことをカレーマンとしか思ってないから大丈夫だよ。とりあえずもうバイクに乗るなよ、怖いから。ちなみに原付の運転はできます。交通違反も3ヶ月以上していません。のんびり雇えるだけだと思います。知的障害な行動はしていません。3ヶ月前は交通違反したの？交通違反しました。免許は残り2点です。一方通行と一時停止がなぜか苦手なんです。免許を取ったのは今年の春なので慣れてくると思いますが、半年で4回も違反。高校は18で卒業しています。その後は家にいてしまってます。ビンタよりも抱きしめてお疲れさんって言ってほしかったかな。ビンタも一生懸命説明してる途中にパーンとやられました。耳がキーンとなって涙がボロボロ出てきて部屋に逃げ込みました。僕は暴力を振るっていませんよ。なんで進学や就職しなかったんだ。職歴はありますよ。コインランドリーチェーンの集金係を卒業後に1ヶ月やりました。忘れ物コーナーの女性下着を必要以上に触っているのを防犯カメラに映し出され、居づらくなり自分から辞めました。ちょ、おま、ツッコミが追いつかない。映画化決定。皆様お世話になります。明日精神病院に行く現実を受け止めることにしました。祖父母まで僕の説得に訪問してくれて、家族全員で泣きました。知的障害、字の認定を受けてしまった時はバイクで旅に出ようと思っています。なんでそうなるんだよ。食卓で行われた話をさせていただきます。まず食卓に呼ばれると今日はすき焼きでした。祖父母が来たからという理由だと思います。空気は和やかなでしたが、祖父や父もお酒が入り出した時に今回のアルバイト事件が取り上げられました。祖父から知的障害、字だったとしてもお前の扱いは変わらないと言われ胸をなで下ろしました。祖母は戦争の食糧難が世代を超えてあんたを知的障害、字にしてしまったと謝られました。母からは精神病院に行ってたらしばらく入院になるかもしれないと言われ、この後着替えの用意をします。父も今の時代は知的障害、字でも十分に生きられると励ましをもらいました。僕からは知的障害、字認定されたら原付バイクで全国を流れてみようと思うと話しました。両親も祖父母も反対しませんでした。知らない街で知らないものに出会えば何か変われるかなと思っています。知らない土地で面倒を起こして親呼び出し、優しい家族でよかったな。原付バイクの整備は完璧です。スクーターなので心配はいりません。まずはバイクで北上し宗谷岬を目指そうと思います。北の大地に何か人生の大切なものがあるかもしれません。知的障害、自認定書みたいなのをもらったらその週のうちに出発しようと思います。その前に免停に一票。はい、知的というか発達障害やな。自分で調べるといいぞ。こいつが知的障害じゃならここにいる 900% のやつがそうだろうな。え、知的障害じって両親も言うのでそう思ってました。種類が違うんですね。お前は労働というか人間社会には不向きのようだな。予想以上にダメなやつだった。無能な働き者って言葉がぴったりだな。しかしばあちゃんの反応が一番きつい。のんびり屋さんって今の世の中だと存在が犯罪だよね。のんびり屋さんだって世の中には大切な存在だ。悪気のないタイプのやつだね。一番社会に出てきてほしくないく。辛口すぎるスレミンたちだが、一緒に仕事をすると考えると厳しいかも。ちょうど一生テレビにカレーぶっかけるバイトがあるんだけどどう？ポップにいいと思い出した。さて、いかがでしたでしょうか。突っ込みどころしかなかった一致。でも、なぜか憎めない一致。勉強熱心でとっても頑張り屋さん。だけど、全てが裏目に出てしまった感がありましたね。あなたは初バイトでやらかしたこと、やらかしている人を見たことはありますか？もしあればコメントで教えてくれると嬉しいです。それではまた。皆さんは、男女の違いって考えたことありますでしょうか？思春期真っただ中の諸君、今ちょっとエッチなこと考えましたね。思春期が終わってしまった諸君、恋人または伴侶との不和を思い出してナイーブな気持ちになりましたね。恋人がいない諸君、私もだ、安心したまえ。
そんな皆さんの、ある意味とても悩ましい、悩みの種。そう、男と女の心と体の違いについて、イッチが解説するよ。ぜひ最後までゆっくりしていってね。男女の脳と体の違いについて研究してるけど質問ある？異性を叩きたいだけで論理的な話ができない奴は引き返してくれ。自分の性にとって不利な話をされたからって発狂する奴も同情。あくまでも高レベルな議論をご所望の一致。秩序を守るためなのか、少しきつめな注意喚起をするのであった。医学部で脳科学関係の研究室で、男女の脳と体の違い、男の方が運転がうまい、女の方が記憶力がいいとかについて研究してるんだけど、こういうの好きなやついる？男は空間把握、女は言語、みたいなやつ？そんな感じ、面白いよ。それぞれの長所と短所を教えてください。どういう面での長所と短所かわからないけど、機能的な面か社会的な面か、俺の思う長所と短所、男、長所、シングルコア、片方の脳だけを動かす、なので何事にも熱中できる、短所、逆に同時に左右の脳を使うのが苦手なので突っ走って失敗しやすい、切れて殴るとか、女、長所、デュアルコア、左右の脳を同時に動かす、なのでいろんなことを同時に処理できる、短所、逆に没頭することが苦手な人が多い。女性は話題がコロコロ変わりやすい、細やかな気配りができるなど、男性には見られない器用さがあるが、イッチが語ったことが深く関係しているのだろうか。セクシュアルマイノリティについて一言。女よりも男に多く見られるのは妊娠時の母親のストレスが原因とされてるらしい。女の方が精神強くない、へこたれないっていうか部、なのに、失礼だけど、化粧頑張る人多いし。精神の強さに男女差があるかどうかはわからないけど、一般的に男の方がプライドが高いから、初めからプライドの低い女の方が精神的に疲れないんだと思う。どのレベルの大学でどんな教授の元についてるのかによる。国立大医学部修士、教授の名前は見バレするので言えない。その男女差ってもちろん個人差はあるよね。別に煽ってるわけじゃなくて、俺自身男なんだけど女の脳の特徴に当てはまりすぎてるんだよ。もちろんあるよ。俺はその辺が特に面白いと思ってる。俺自身テレビ見ながらテストに出るとこ暗記みたいな同時作用得意だし、女型かもしれん。性差より個人差の方が大きいと思う。一致の言うように、断定するものではなく、あくまでも傾向の話ということを理解して見進めていこう。ストレスの受けやすさやストレスの影響による体の不調って性別と関係ある？ストレスの受けやすさは環境による要因が大きくて性差はあまり関係ないかも。体の不調なら男は ED、女は生理止まるって感じの性差が出ることはあると思う。環境の方か、じゃあ例えば、同じ職場に勤務してる男女の場合はストレスの受け方に違いが出ると思う？職場以外の環境は考慮しないと仮定して。責任感を感じやすかったり、ストレスを愚痴とかで発散するのが下手なのは男に多いね。脳ではなく社会的な要因、男はこうあるべき、弱音は吐くべきじゃない、みたいな、が大きいと思う。女性はどうして危険な男に惚れるのか。強い遺伝子や自分と遠い遺伝子を求めるようにできてるからだと思う。男女の脳の差はどうして生まれたのか。人類の男女は、最初から脳に違いがあって、それに合うように男は外で仕事、女は家、みたいになったのか。それともそういうスタイルで何百年も経ったから脳がそれに適するように差が生まれたのか。全く日本とは違う生活スタイルの国でも男女の脳に差があるのか。脳の違いは狩猟採集時代、つまり原始時代からの進化。はじめは体の違いだけ、体が大きく強い男は狩りで空間把握能力などを身につけていった。女は子育て、コミュニティ形成による言語能力、複合脳を進化させた。他国も原始時代辿ってきてるから同じようなもの。なんか恋愛系でネタはないか。恋愛は自分の子供をしっかり育て上げるために脳内に作られたシステム。男は健康な子を産める女を一目で見分けてる。だから女より異性を選ぶときに見た目にこだわる。女はしっかり自分と子供を養い守ってもらうため、記憶力を発達させその男との思い出を見極め、信頼できるかどうかを確認している。恋愛中は男女ともに相手を否定できない脳内物質が分泌されている。面白いなぁ。こういう研究面白そうだわ。
面白いよ。研究室は辛いけど研究内容は本当に好き。男女に対するちゃんとした知識があれば人と会話するにしても聞き方が変わる。男叩きも女叩きも、まともな知識がないやつしかやってないから見てて悲しくなる。なんで男の人は女の人に比べて野蛮な人が多いの？どうして、少し汚い口調やガニ股や油も男の人なら許されるの？男がカッとなって犯罪を犯すことが多いのは、右脳と左脳をつなぐ神経が女よりも細く発達していないため、よく女は感情的、とか言うけど、実際感情的になると手をつけられなくなるのは男。理論と感情どちらで行動するから、女は理論に感情を持ち出すこともあるが、感情に理論を介入させることができるため犯罪を犯しにくい。野蛮は社会的な要因だと思う。先ほどのシングルタスクの話とつながる話だ。非常に興味深い。確かに、犯罪比率を見るとぶっちぎりで男の方が犯罪発生率高いんだよな。脳のマルチコア羨ましい。男でも脳をマルチコアにする訓練ってできるもんなの？問い、男女別の犯罪者数の統計を貼り付けるスレミン。どうなのかな？調べたら出てきそうだな。雑誌見ながらテレビ見てどれだけ内容を覚えてるかとか。なんで女って感情的な言葉、嫌い、可愛いなど口走らないと気が済まないの？すごく幼稚に見えるんだけど、ここら辺は男女の違いあるの？これは俺も気になってた。原始時代コミュニティを形成しないと生き残れない環境で、男たちが狩りに行っている間、女たちは会話で絆を深めなくてはならなかった。そこで言語能力と共感力が発達。女は共感する力が発達しているために共感を求める。看護婦や介護士に女が多い理由でもあると思う。実は、今の農耕文明というのは、人類600万年にわたる歴史のほんの数千年に過ぎない。つまり、人類というのは狩猟採集時代に獲得した能力が我々を形作っているのだ。そのため、男女の機能の差を知るには、原始時代に男女がどういう暮らしをしていたのか知ることが重要なのだ。確か可愛いって言葉は男女で意味が違っていて、男は性的な魅力に対して可愛いって言うけど、女は母性的な感性から可愛いって表現するらしい。当然母性は女の方が高いから、何かとつけて可愛い可愛い連呼するって本で読んだ気がする。原始時代引きずりすぎはロタ。関係ないかもしれんけど、イケメンってなんでモテるの？見た目のいいやつは健康的に見えるから、健康で強い子供を産みたいと思う本能。男も女も同じ。母性本能ってある？ない言われてるけど実際どうなの？母性本能はあると俺は思ってる。真偽は分かってないはずだけど、子供を守る本能はあると思う。女叩きすれかと思ったら違った。面白い。正しい知識を持ってたらそんなことできないよ。優劣なんて初めからないから。優劣ではなく、役割の違いだということを強調したいのだろう。男のプライドの高さと解決を求める脳が災いして、誰にも相談できず一人で悩みやすいってのはある気がする。女だと相手と共感して気分転換も早いから追いつかないけど、実際引きこもりに男子が多いのも解決脳のオーバーヒートみたいなものかと思う。解決脳のオーバーヒート、まさにそれだけど、まだまだ研究者には男が多いせいで、男にとって不利な研究はなかなか進まない。男が女より優れてる点の研究研究ばかりテーマにしちゃうからね。実際にうつ病は脳の炎症だという説がある。今の話が本当だとしたら、男性の方がうつ病を発症しやすいのかもしれない。実際に自殺率で見たら男性の方が倍近く多いのだ。男だけどめめしかったり、女だけど男勝りだったりするのって、ホルモンとか育った環境とかも関係してくんの？結局性格なんて個人差が大きいんだと思う。環境もかなり大きいだろうしね。友達より異性の兄妹との方が性格近いやつがほとんどだよね。昔、女の方が視野が広いっていうのをなんかの本で読んだ記憶があるんだが、なんで男は視野が狭いって言われているの？シングルコアかマルチコアかの違い。左右の脳を同時に動かせる女はいろんなことを同時に処理できるため視野が広い。
飲食店のホールスタッフのおばちゃんが半端なく手際良いのもそれが理由。研究というかそこら辺の本に書いてありそうなことばっかだな。理系の研究室入ってるやつならわかるだろうけど、研究のことはこういうとこに書けないんだ。生理の痛みを男で例えることできる？男だからわからんが、二足歩行で産道が狭くなった人間が子供を産むのはすごいと思う。痛みの感覚は人それぞれ、部位ごとにも違うから例えられないと思う。男は群の中の序列を守るため怒りの感情が強く、女は群の中で多数派に属そうとするため恥の感情が強いと聞きましたが本当ですか？そういう感情から行動してるということは知らなかった。男は一番を目指す、女は平均を目指すというのはよく言われてるね。実際に男女別での IQ の分布を見ても面白いことがわかる。男性は低い IQ や高い IQ など広く分布しているのに対して、女性は平均的な IQ に集中している。つまり、男性の方が能力差が大きいと言えるのだ。セクシャルマイノリティについてもうちょっと詳しく頼む。専門ではないからそこまで詳しくない上、学部時代に学んだ知識だからうろ覚えたけど、妊娠時に母親がストレスを感じると、性別の分かれ目にある胎児に影響が出る。男にするために母体で分泌しなくてはならないアンドロゲンが不足して精神が女になってしまうんじゃなかったかな。戦時中は多くの母親がストレスを感じてたため性同一性の男が多く生まれた。これはグラフデータがあるはず。やっぱり先天的なものがあるのは本当なんだな。前に全部嘘、ただの言い訳とか言い上がる奴がいたから気になってたんよ。ありがとう。嘘だったらこれだけ男に多いことに説明がつかないもんな。アンドロゲンで調べれば色々と出てくると思う。能量の太さが違ってどうこうって話は本当なの？本当、男は直列回路、女は並列回路とかで例えられる。性同一性障害の脳ってどんな脳なの？体は女だけど脳は男の構造になってんの？性同一性障害についてはまだはっきりしたことが分かってない部分が多いみたい。ただ胎児から生後1年半くらいまでの間にそうなる場合が多い模様。アンドロゲンのように性別を決定するものが不足、もしくは過剰になって起こるのかな。女の発情期における視認できる動作教えてけろ。ぜひ、ご教授願いたい。いいえ、ぜひ教えてください。お願いします。何でもします。人間の女は本能的に排卵期を隠すようにできている。猿なんか尻が真っ赤になってすぐ分かったりするが、男から自分の体を守るため、だから少しだけ無意識的にだがピリピリしてる。性同一性障害とただの同性愛者って違うって、医学的観点から見て正しいの？ごめん、性同一性障害についてはそこまで詳しくないんだ。それに確かまだわからないことが多かったはず。脳のことって物理証明とかと違って未解明な部分がたくさんあるから。男女の脳に違いが出るのはいつ？母体の中では XY はアンドロゲンにさらされて男の生殖器入るけど、元は XY も XX も女の体だというし、その時点では脳みそも一緒なのかな？それとも最初から違うの？前者だと男性ホルモンにさらされてるうちに脳みその作りが男性型になってくってことだけど、俺みたいに女性ホルモンを取ってる男は女性型になっていくの？それとも特に気質に違いはないけど信号のやり取りが違うだけなの？体の性形成が終わってから脳の差ができる。それまでは同じというか、脳の自発的な機能というもの自体が無難じゃないだろうか。女性ホルモン取ってるとどうなるのかはわからないけど、マウス実験では行動に違いが現れた記録があるよ。そうなのか、俺の脳みそが最近柔らか気味なのは気のせいじゃなかったのか。脳の差っていうのは気質的なもの？柔らかくなってよかったな。気質的な部分は大きいと思う。そもそも男の方が体が大きいから脳も大きい。ただ大きさと知能に関連性はない。クジラの脳は人間よりでかい。男女に知能差がないことから女の脳効率が良いという説もあるが詳しくは不明。気質としては脳量の太さも違うし、記憶を司る海馬も女が大きい。個人差はあるだろうけど、平均が。脳も体も女から男への一方通行のはず。それじゃオカマ涙目すぎるし、オカマに比べてお鍋がほとんどいないことが証明できないな。オカマが3万人に1人でお鍋が10万人に1人だからそこまで差があるわけじゃないでしょ。お鍋はホルモンでほとんどパスできるから目立たないだけじゃないか。
うろ覚えだけど、もともとは母体では最初は皆体も脳も女で、男の子になる子だけ後にホルモンシャワーを浴びて体、脳の順番に男として完成され生まれてくるが、母親のストレスや早産等の何らかの原因で、体の男性化は完了したがまだ脳が男性化する前、上の分でいう矢印の頃の状態に生まれてきてしまうのが、オカマの方の性同一性障害の原因ではないかという説を聞いたことがあるな。レベルの高いスレミンの書き込みによって、明かされていく性同一性障害の謎。補足ありがとう。そのホルモンシャワーがアンドロゲンのことだと思う。性同一性障害についてはそこまで詳しくないから助かる。ビップにあるまじきクソ真面目なスレだけど面白いな、ケンコバが。男は元カノの良いところの話をするけど、女は元彼の悪口しか言わない。って言ってたんだけど、一致的には思い当たる節とかある？ありがとう。男にとって不利な学説も書いてるから叩かれるの覚悟ですれ立てたが、そんな奴いなくて安心した。恋愛については確かに男女で差があるね。男は健康的な子を産める女を良い女と考え、女は自分と子を守り養ってくれる男を良い男と考える。この違いだと個人的には思う。あと女はストレスから逃れることに長けてるから、元彼を嫌うことで自分の決断を肯定してるんじゃないかな。ビップの異性叩きスレとか見てると本当に虚しい気分になる。男と女では脳の作りや価値観、物の捉え方、思考回路がどうしても違う部分が出てくるのに、男も女もそれを自分の側の物差しにばっかり当てはめて考えて、そして理解できないから相手を叩いてるみたいな印象。例えるなら、男にはセンチ、女にはインチの定規が与えられていて、同じ物体を見ながら、これ7.5センチだから、やっぱ女ってバカだな。はぁ、あ、?3 インチでしょ？これだから男って、って言い争ってる感じ。俺も悲しくなるよ。男は常に一番でありたいという考えがあるから女をけなして俺すげーするけど、正しい知識があればそんなことしない。ブーメランだから、元より男尊女卑の世界が長かったから、男に不利なデータは隠されてきたんだよ。そのせいで女は全ての機能で男に劣る、とか言い出す奴がいる。実際脳以外にも味覚、嗅覚、色覚、聴覚などほとんどの感覚は女が優れてるが、ほとんどの人間がそれを知らない。必要だからこそ差異があるのにね。理系文系の罵り合いとかも似たようなもんだわ。より良い社会を作るためには両者の理解と協力が求められるのに。俺高卒だけど分かりやすくてよかった。こうして男女間格差についての疑問を呈したところで、このスレは閉幕した。さて、いかがだったでしょうか。男女の脳や身体の違いは原始時代から引き継いだものだった。この男女の違いを一致は優劣の違いではなく役割の違いだと説いたのだった。男女間格差を示したジェンダーラップ指数というものがある。日本は残念ながら2021年の現在でも最下位近くを維持しているのが現状だ。一致が問いかけたように、今後、男女間の違いが正しく認知されることを祈っている。